北陸新幹線の東の出発駅、東京。福井では新幹線開業に向け盛り上がりを見せていますが、東京での福井の知名度はどのくらいなのか。大都会のど真ん中で徹底調査。福井のこと知ってますか？福井の知名度を調べるため東京に向かった取材班、101組171人に突撃インタビューしました。福井のイメージ教えてください。福井の方まで新幹線が伸びるんですけれども、ご存知でしたか？おめでとうございます。お魚が美味しい、そうですね、人柄が穏やか、そのように思っております。カニ、カニしかない。福井知ってますよ。福井知ってますか？知ってますよ。メガネ、サバエ持ってますよ、持ってますほらと、いろいろなイメージがあるようでしたが、一番多く上がったのは恐竜。恐竜博物館ですよね。ですよね。恐竜王国福井のイメージは東京の人に届いていたようで、171人のうち38人が恐竜と答えました。都内の駅でも恐竜が描かれた看板が至る所に設置されています。行ってみたい。便利になれば今までというイメージだったので行ってみたいなって。その一方で、なんだろう、あんま知らない。正直申し訳ない、イメージが湧かない感じですかね。思い浮いといえば、なんと3割近くの人がイメージが湧かないとの答え。福井には恐竜や越前ガニがあることや、これから新幹線で1本で行けることを伝えてみると、行きたいですね。行きやすくなるなら行ってみたいなと。イメージが湧かないと答えた人も、7割の人が新幹線が通れば行ってみたいと答えてくれました。福井の良さが伝われば観光に来る人も増えるのかも。新幹線で多くの人を呼び込もうと、県は渋谷の大型ビジョンで福井の PR 動画を放映。一方、セレクトショップでは福井の工芸品や海産物、地酒を集めた販売会を実施。そんな福井を売り出している渋谷で聞いてみました。福井の場所、どこか分かりますか？これな気がする。どう？りんちゃんもそう？正解です。あ、よかった。ここでしょ？ここやで。いや、ここやろ。富山、石川、福井。あ、福井や。ここや。正解です。すんなりと正解してくれる人が多い一方で、違う、絶対そこじゃない。絶対この辺な気がするんだけど、うち。そこは岡山。なんで？この辺、これ。ここら辺？これ。ああ、惜しい。そこは富山。19組中、6組が不正解。中には、マジ？これ？違う？東北に矢印を貼ったこちらの女性は、311の時の方に、福井も大変だったねっていうイメージがある。もしかして福島県と間違えて、福井、福島と間違えた。今福井県、何かあるのってなる。見る価値のある何かこう道とか物とか建物とかがあれば行こうって思うけど、特産物だけだとちょっと引っ張るのは弱い気がする。って厳しいご意見。福井の認知度アップは道半ばですね。さて、ところ変わって東京の一大観光地浅草。コロナ禍もすっか
刈り上げて、外国人旅行客の姿も目立ちます。今度はそんな浅草で聞いてみました。はい、Do you know 福井？ No. 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 Do you know 金沢、石川？金沢、yes. 金沢を知っている人はいましたが、福井は知られていない様子。そんな外国人にも福井の魅力は届くのか。福井のガイドブックを見てもらうと、Oh yeah, it's wonderful. Yeah. Very beautiful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 . You got it. So dinosaur. We have the big, one of the biggest museum of dinosaur. Really? In the world. In the world. In the world. So I think it's a very good place to visit. So now you're talking about the Fuki, so maybe next time we're thinking about to visit Fuki later on, in the future. Yeah. ありがとうございます。多くの人が福井に行ってみたいと答えてくれました。日本人にとっても外国人にとっても、まだまだ知られていない福井県。アクセスが良くなったことを生かして多くの人を呼び込めるか、ここからが頑張りどころです。